まあ、本当に温かいビデオメッセージをいただいて、まあ、本当に、選手の僕らも感動しました。まあ、皆さんの期待に応えなければいけないなというふうに、強く感じました。で、新潟戦の試合前の出迎えていただいたことは本当に、これも胸が熱くなりましたし、試合に向けて本当にいい入り方ができて本当に嬉しかったです。そうですね、まあ、本当に新潟戦の重要性というか持つ意味っていうのはもう誰もがグランパスに関わる誰もが理解してたと思いますし、まあ、僕らも、望みをつなげるためにその新潟戦を絶対に勝たなきゃいけないっていう気持ちを持っていて、まあ、本当に 1-0 で本当に厳しい試合でしたけど笛が鳴った瞬間っていうのは、まあ、新潟戦だけの思いではなく、まあ、数ヶ月勝てなかった、まあ、いろいろな思いも含めて、まあ、本当に、まあ、嬉しかったし、ほっとした気持ちもあるし、まあ、これから行くぞっていう気持ちもあったし、まあ、いろんな気持ちがありました。新潟戦と同様に、ガンバ大阪戦っていうのは本当に大きな重要な試合になると僕ら選手も思っています。本当にタフな試合になると思いますが、一人でも多くのサポーター、お客さんがスタジアムで僕らを応援してくれることを願っています。絶対に勝ちたいと思っています。残りの試合が、6試合、本当に重要な試合が一戦一戦待ってると思います。僕らも、勝利だけを求めて一生懸命戦いたいと思っています。ぜひ一緒に戦ってください。よろしくお願いします。